皆さん、ニューキャミキャミチャンネルをご利用いただきましてありがとうございます。今日は元旦の日に Wii Fit だったらどうなるのかやってみたいと思います。646日。新年明けましてよろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。お餅を食べるときは気をつけましょう。それでは今日はいくちゃんのお誕生日ですね。準備ができましたか？1年で1回のことなのでお祝いをしてあげましょう。さあ、今日も張り切っていきましょうということで、今日も元気に体測定から2022年1月1日もやってみたいと思います。おっと、おかしくなってきた。ちゃんと大丈夫かな。撮ってますね。今の服装。あ、次。道中線を認知します。新年はこういう結果になりました。あ、ちょっと右良心です、ね、左456、右544という記録になりました。さあ、新年初のはどうでしょうか。 21.52 です。66人は近いところですね。と、今日も元気に行ってみましょう。21.52 です。続け、最後は運動能力テスト。では行きましょう。新年初のテストは片足立ちテストです。やってみましょう。1111ちょうど増目だ。85% だ。周囲のテストです。次は これやってんの？やってる。9分87です。よっしゃ。それではバランス年齢は20歳です。よし、1月1日半個記入ということで、お正月も元気にやってみたいと思います。それではまたお会いしたいと思います。See you next time. バイバイ。2022年1月1日もお会いしましょう。では、グッバイ。